巡勝料跡は岡山県高橋白井急寺町の木美国際大学高橋キャンパス内にある義用府建築。1895年に竣工し校舎や女子寮として使用された。1959年には巡勝料跡の名称で岡山県指定史跡となった。2016年からは学校法人巡賞学園によって巡賞記念館という歴史資料館として 運営されている。潤昌女学校の設立者である、福西漆子岡山県発の女学校である、潤昌女学校は、1881年に福西漆子が開いた、旅行場が発展した女学校である。建物は1895年11月に竣工し、1896年3月28日に潤昌女学校の新校者として、使用を開始した。 この建物は岡山県初の女学校舎である。淳商女学校は岡山県内外から女学生を集めていたが、寄宿生が増加したことで校舎から女子寮に転用された。1921年には淳商女学校が岡山県に移管されて、岡山県淳商高等女学校となっている。1949年には統合されて、 岡山県立高橋高等学校となり、伊賀町分校の校舎として使用された。1953年から1970年には、高橋町立図書館、高橋市図書館として使用されたとされる。1959年3月27日、岡山県指定史跡となった。1967年に、殉小短期大学が開設された折、 当時の所有者だった高橋氏が建物を学校法人純承学園に寄贈し、純承短期大学では図書館として使用されていたともされる。その後は教員の研究室などとして使用されたが、近年には老朽化から立ち入り制限がなされていた。高橋の偉人である山田報告学校法人純承学園は創立50周年記念事業として2014年10月から、 保存修理工事に取り掛かった。岡山県から文化財保護費等補助金を、高橋市から指定等文化財保護事業等補助金の交付を受け、総工費は1億3000万円となっている。寮、柱、瓦、手すりなどはできる限り既存のものを再利用し、床板や壁板などを新調した。二千十七年三月三日に竣工式を行った。四月三十日には、 順商記念館の開所式が行われた。1階は講義室やイベントスペースとして、2階は学園創立者の加計つとむや、順商女学校設立者の福西しけ子、郷土の偉人である山田報告や石井十字などを紹介する歴史資料館として運営されている。順商学園、順商記念館正面玄関は和風であるが、2階の一部には、 洋風のベランダが配置されるなど、和洋折衷の建物である。福西は、キリスト教信徒であり、殉承女子校もその理念を持って設立されたが、当時の高橋では、急速に広まるキリスト教に、地元の警戒が強まったため、その反発を交わして、教育の理想を貫くべく、洋風校舎の建築を避け、あえて和風の外観を持つ校舎を建築したという。しかし、 ハフ上部の丸窓を意識したがらり窓や玄関を覗き込むようなひし組み天井、随所の上げ下げ窓などあらゆる箇所に洋風設計の名残を残している。ありがとうございます。